どうもこんにちは。誰もが一度はやった実験、空気清浄機の前でお願いをして、その機能を確かめる。ということで、今日なんですけどね、今日は大人気企画をね、やっていきたいなと思います。それがね、ラファエル野球拳ね、ちょっとやっていきます。これね、ラファエル野球拳、皆さんご存知ですか？ラファエル野球拳っていうのは、YouTuber のラファエルさんが最初ね、挨拶をするときに何か言うじゃないですか。面白いことを言うんですよ。偏見を言うと。このラファエル野球拳はね、僕の YouTube のおはご企画なんですけど、簡単にルールを説明するとね、ラファエルさんっておられるじゃないですか。有名 YouTuber のラファエルさん。あの人が自分の YouTube で最初ね、始めるときに挨拶をするんですよ。その挨拶で、挨拶をした後に偏見を言うんですよね。それが面白くてっていう風なことを初め絶対やられるんですよ。ということで今日はね、そのラファエル野球拳で出そうな偏見っていうのをね、僕が独断と偏見でね、考えて、皆さんに紹介していきたいと思います。それでは、いきます。それでは、いきます。どうも、こんにちは。ワックスいろんな種類あるけど、ぶっちゃけどに使っても一緒。いやー、これね、あるあるでしょ。要はね、ワックスってなんかいろんな種類あるじゃないですか。なんか、コンビニに行っても紫とか赤とか固め、薄め、普通みたいなのあるでしょ。で、スプレー式とかあるんですけど、ただぶっちゃけね、どれ使っても一緒ですからね。わかるでしょ。正直ね、僕もコンビニでワックス買うときあるんですけど、正直ね、そんな差とかわかんないんですよね。なんか、とりあえず前固めだったから今回ちょっと柔らかめ買っとこうかみたいな、そんな感じ。だって皆さんの中でお気に入りのワックスが賞味ないでしょ。僕ないんですよ。ある人います？もうワックスなんてぶっちゃけね、どれ使っても一緒っすよ。わかる？そんな感じです。次行きます。どうもこんにちは。スタヤに言ってる心理学の本買ってるの大体大悟。いや、これもあるでしょ。いや、これね、絶対あると思います。スタヤってね、本もたくさん売ってるんですけど、スタヤに行ってわざわざ、ね、心理学の本買うやついないでしょ。います？皆さん多分どうせ漫画とか DVD とかでしょ。絶対そうなんですよ。まあ僕はね、スタヤでも心理学の本買いますけどね、こちら。もうめちゃくちゃ良かったんで、これ一度読んでみてください。なぜ人は動かされるのか、影響力の武器という本なんですけど、これ実はね、メンタリスト DAIGO の一番おすすめしてる人生を変えた本ということで、これめちゃくちゃ面白いね。僕が動画した概要欄に載せておきますので、チェックしてみてください。おすすめです。わかります。絶対ある。じゃあ次行きますよ。どうもこんにちは。銀歯多いやつ口臭い。これ絶対あります。ね、よくね、僕電車とか乗るとね、なんか50歳とかそれぐらいのなんかサラリーマン風のなんかね、おじさんおばさんとかに会うんですけど、ね、その人だって基本銀歯あるんですけど、めっちゃ口臭いんですよ。わかるでしょ。なんかね、歯がね、もうなんかムズムズしてくるんですよね。臭すぎて。わかります？これわかってくれる人多いと思います。どうですか皆さん。じゃあ次いきます。どうもこんにちは。消しゴム最後まで使い切るやつ犯罪者呼びる。これもあるんですよ。偏見なんですけど、まあ偏見ですよ。これどうですか、消しゴム最後まで使うやつ犯罪者呼びる。まあ分かりうるっちゃ分かるんじゃないですかね。まあ偏見ですけどね。まあでもね、小学校の時とか中学校の時に、だから文房具めっちゃ大事にしてるやついるじゃないですか。なんか筆箱の中で絶対鉛筆なんか削りでピンピンになってるみたいな、そういうやつって結構精神的にね、ちょっとおかしいやつ多いですからね。で、そういうやつに限って消しゴム最後まで使うんですよね。犯罪者呼びるんじゃないですか。どうですかこれ。どうですか皆さん、コメントお待ちしております。どうもこんにちは。学生時代めっちゃ勉強頑張って医者になったやつ、だいたいチビでデブでハゲ。いや、これあるでしょ。これ絶対あるんですよ。なんかね、中学校とか高校の時にめっちゃ頑張って医者になったパターンのやつもいるんですけど、だいたいね、チビでハゲで、ね、デブなんですよね。なんかね、なんか人間関係あまりやってこなくて勉強ばっかしてきたから、なんか見た目に気を使わないんですよ。わかるでしょ。これ絶対あると思うんですよ。まあこれ偏見ですけどね、なんかコメントお待ちしております。なかなか面白いんじゃないですか。次に行きます。どうもこんにちは。腰にタトゥー入ってる女、だいたい風俗嬢か元風俗嬢。いや、これもあるでしょ。これ絶対ある。基本的にね、ああいう人たちって、なんかタトゥー入れてる人めっちゃ多いんですよね。まあ、なんか精神的に結構やんでるのかな。なんかわかんないですけど、タトゥー入れてる人多いんですよ。わかるでしょ、これ。ねえ。まあ、これはあくまで偏見なんですけど、まあ、何かコメントある方はお願いします。お待ちしております。そんな感じです。はい、いきますね。どうもこんにちは。金持ちの娘、大体性格悪い。いや、ここもあるでしょ。いや、基本的にね、なんか金持ちの息子娘って、なんか性格悪いやつ多いんですよね。その中でも、娘の悪さって、ね、結構飛び抜けててね、なんかあの女って、基本的になぜ、なぜお前らおごらないのみたいな、なんで見つからないのみたいな、そんなおごってもらうのは当たり前みたいなこと思ってますからね。しかも上から目線で基本は性格悪い。これ合ってるでしょ、多分。金持ちの息子娘ってね、性格良かったです。見てほしいですね。はい、そんな感じです。じゃあ次行きますね。どうもこんにちは。いやー、今年の夏暑いよねって言ってるやつ、大体アホ。いや、これもわかる。基本的に夏なんて暑いのは当たり前なんですよ。それなのに、今年の夏暑いよねって、まあ、毎年言ってるやつってアホじゃないですか。いや、もう暑いの分かってるって夏やねんから、その暑いって、毎年言わんでもええねんって、分かるでしょ、これ。アホでアホでしょ。じゃあね、次いきます。どうもこんにちは。いやー、お金じゃないからって言ってるやつ。じゃあ何？いや、これもあるんですよ。よくね、お金じゃないからとか言ってるやついるじゃないですか。じゃあもう聞きたい。お前に聞いたいって何なんですかと。お金じゃないんだったら何なんですか。僕、問いたい心の底から分かりますよ、これ。言ってる意味が。
ねえ、これどうなんですかね。これもしかしたらちょっと僕の偏見かもしれないですけども、なんかね、ちょっとコメントがしております。はい、そんな感じです。次いきます。どうもこんにちは。お年よりシンプルに口臭い。いや、これもあるんですよ。あのね、基本的にやっぱりね、年いってくるとなんか歯に溜まってくるじゃないですか。その歯垢とか銀歯とか入れ歯とか、じゃあやっぱ匂ってきますよね。あのこれ分かる人には分かると思うんですよ。で、ある程度年齢が分かったら、あの入れ歯してる人とか少ないですし、なんかガムとか噛むから口は臭いんですけど、なんかもう年いってきたらね、その匂いもすらも分からなくなってくるんですよ。どうですかこれ皆さん、あの何か分かる方いたらコメントお願いします。お待ちしてます。はい、そんな感じです。じゃあ次いきますね。どうもこんにちは。全責任は俺が取ったるからと言われても何かしらこっちにも責任降りかかる。いや、これもね、よくあるあるじゃないですか。よくね、なんか部活動とかの監督が、いや負けても全部の責任は俺が取ったるからみたいな言う、なんか大人いるじゃないですか。でも基本的にそれ言っても何かしらこっちにも責任降りかかりますからね。だからもうそういうので無責任発言なんですよね。もう分かります、これ。だからよく会社の上司とかで全責任は俺が取ったるからとか言う人いますけど、いや、お前にそんなことできるわけないだろって思いません、ね、これ僕の偏見ですからね。どうぞね、僕それを聞きたい。ね、わかりますよね、これ。あるあると思います。はい。どうもこんにちは。タワマンの最上階あたり住んでるやつ、大体承認よって言ってる。いや、これもあるあるなんですよ。要はね、タワマンの最上階に住みながらる人って、なんか基本的に承認欲求めっちゃ強いじゃないですか。だって別にあんなところに住まなくてももっといい店っていい。いや、だってね、別にあんなところに住まなくてももっといいアパートとかマンションってあるじゃないですか。あこってね、基本的にその値段と部屋の質が釣り合ってないですよ。なんか、自分の中の強さっていうか、承認欲求、なんか強さっていうのを誇示したがる人が多いですよね。なんか男にしてもらったりわかります？これ、プライド高いっていうか、あるでしょ、これ。偏見じゃなくて、これ結構あるんじゃないかなと思います。そんな感じです。どうもこんにちは。ラブホ近くのコンビニで立ち読みしてるやつ、大体風俗待ち。いや、これもあるんですよ。あのね、よくね、大阪とかに住んでると分かるんですけど、なんかラブホ街みたいなのがあるんですよ。で、そこに立ち読みしてるやつって、基本的に風俗待ちのやつめっちゃ多いですから、これ。あると思います。どうですかね。だってあんなところでわざわざ立ち読みしないでしょ。いや、あんななんか結構治安も悪そうなところで、人に見れたら恥ずかしいじゃないですか。立ち読みします、普通。なんかあるんじゃないですか、これ。どうすればいいですか。お待ちしております。それいきます。どうもこんにちは。親子丼考えたやつ最後ます。いや、これも絶対ある。いや、要はね、よく考えてください。親子丼ってやばくないですか。要は鶏肉と卵ですよ。最後ますでしょ、絶対。やばいと思うよね、これ。完全にあれ考えたやつ最後ますですよね。少なくとも名前考えたやつは、もうバケモン級の最後ますだと思います、これ。ねえ。親子丼ってやばいね、店。すげえな。どうしてこれ、あの、お待ちしておりますよ、コメント。はい、そんな感じです。じゃあ次いきます。どうもこんにちは。外国人と話すとき自分まで片言になっちゃうやつアホ。これもある。いや、基本的にね、こいつこういうやつあるんですよ。なんか外国人と話すときにつられて自分まで片言になっちゃうやついるじゃないですか。要はその関西弁使う人となんか話す東京人がなんか自分までちょっと関西弁使っちゃうみたいな。いや、アホでしょ、そんな。この自分のペースで話しゃいいのになんで片言になるのみたいな。その必要あるみたいな、意味ないじゃないみたいな。なんか片言になったらむしろ話すなんかレベルが低くなってるみたいなね。わかるでしょ、これ。じゃあね、次いきます。いや、次めっちゃおもろいですからね、いきます。どうもこんにちは。どんだけ綺麗な人でも足の親指の爪のあれなんかめっちゃ臭い。いや、これめっちゃわかると思います。これね、あれめっちゃ臭いんですよ。要はね、この親指のなんか爪のところになんか黒いなんかめっちゃ溜まるじゃないですか。ゴミっていうか、ね、なんですか、あのなんか酢みたいな匂いするやつ。あれめっちゃ臭いでしょ。基本的にね、あんなんね、誰もが臭いですからね。あれ絶対靴とか足の匂いとかのなんかもう全てのもう集合体みたいなことになって持ってるとしかわかると思います。怖い。そんな感じです。どうもこんにちは。与えられたスペースフルに使うやつアホ。いや、これもあるあるなんですよ。いや、要はね、なんか与えられるじゃないですか。これあなたの場所ねみたいな、なんかこれがあなたの時間ねみたいな与えられるんですけど、それは別にフルに使わなくてもいいじゃないですか。ちょっとぐらい合わせたらええじゃないですか、余裕持ったら。それ全部使うやつは基本アホなやつ多いですよね。多分そうだと思います。はい、そんな感じです。なんか常に全力パターンのやつですね。あるあるっすね。はい、じゃあ次いきます。どうもこんにちは。世の中のやつの 90% 以上靴。いや、これもあると思います。あのね、基本的にね、世の中っていろんな人いますけど、まあ、大体僕の知ってる方に 90% は靴ですね。うん、そんなね、世の中すごいやつなかなかいないですからね。やっぱ世の中のすごいやつって、まあ、大体 1% とかなんですよ。で、大半もクズですから。もう分かると思うんですけど、基本クズなんですよ。あまり皆さん、あまりね、自分も思い詰めすぎずに来ていきましょう。まあ、クズでも元気なやついっぱいいますからね。そんな感じです。はい、クズでも笑ってるやつとおもろいじゃないですか。これあると思いますよ。なんか 90% なんかクズなんですよ。そんな感じです。どうもこんにちは。
れでないキャバ嬢、だいたい店辞めるときに飛ぶ。これもある。これ絶対あるやん。キャバ嬢なんで、売れてるキャバ嬢と売れてないキャバ嬢がいるじゃないですか。ホストにもいるんですけど、で基本的にそういうやつって辞めるときって、なんか飛びますね。なんか、有名な人気キャバ嬢だったら、なんかお客さんこう、たくさんやってきて、こう、ありがとうございましたみたいな感じなんですけど、売れてないんですよね。いつの間にか消えてなくなってますからね。これあると思います。どうですか、皆さん。次いきますね。どうもこんにちは。厚底履いてる女 99% 頭悪い。これ絶対ある。あの基本的にね、ギャルっていうかね、厚底履いてる女頭悪いってマジで多いですから、ね、これ経験上。じゃあ基本的に厚底とか普通頭いい人高いんじゃないですか。うん、なんかね、ガングロとかそっち系ね、頭悪いと多いと思います。分かるでしょうか。 IQ 絶対低いね。はい、そんな感じです。ということで、ね、ちょっとラバエル野球拳やってみたんですけど、結構ね、ご自身的には面白かったんじゃないかなと思います。あのぜひね、皆さんの中での偏見とかね、何かある方コメントお待ちしておりますから、どしどし送ってきてください。またね、これ面白かったですとか、これ違うだろうとか、何かあればね、じゃんじゃんコメントしてくださいね。お願いします。あとね、私くし他にも YouTube いろいろやってますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。またね、 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、ぜひね、動画下概要欄に載せておきますので、フォローよろしくお願いします。では。